さあ、始まりました。奈良ニュースです。今日のニュースは何でしょう？はい。今回からはね、ちょっと3つずつ、パン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 とちょっとニュース、これ、サムネにも載っけてる通り言っていこうと思ってるんですが、おうおうまず第一弾、おう。実は奈良公園に来てた海外スター。海外スター。まあよく、たまに話聞きますけどね。あのね、うん、海外スターって言いましたが、ね、厳密には、めちゃくちゃ好きな人は、うわってなるジャンルなんです。あの俳優さんとか、ミュージシャンとかじゃなくて、サッカー選手。サッカー選手、うん、スポーツ選手に今回フューチャーしました。いや、スターって言ったら限られてくるよ、でも。いや、すごいよ。うん、元イングランド代表、ドミニク・ソランケが自身の公式インスタグラムを更新してくれました。どうですか？はい。日本の関西方面へ旅行に出かけたことを報告してくれております。なるほど。ごめんなさい。存じ上げてなかったです。すいません。あ、そうですか。ドミニク・ソランケ。ドミニク。はい。これ一応、イングランドの一部のポーンマスなんで、うん、サッカー好きじゃないと知らなかったりはするかもしれませんが、コアな。ただ、代表に元選ばれてるってところにフィーチャーしていただきたい。まあ、確かに確かに。今ね、うん、世界で一番強いサッカーの国どこですか？いや、アルゼンチン。ワールドカップ優勝したからね。はいはい、じゃあ2番目フランス、そう、ワールドカップ2位やったからね。優勝やったから、ね。そう、みんなそういう風に、サッカー好きじゃない人はそう言っちゃうけど、まあイメージがね、でも、実は、プレミアリーグを要してる、そのリーグ、国のリーグを要してる、イングランドが今一番じゃないかって言われてるんです。そうなん。そうです。まだなんかスペインとかのイメージある。ああ、スペインのレアル・マドリード、バルセロナっていう2強があるから、向こうの方って思われがちなんやけど、実は今プレミアが一番じゃないかって言われてる。そうなんや。もうクロップ監督っていうね、サッカー好きやったら絶対知ってるような監督。うん、まあ、今回、自体もう対談されるんですけど、すごい監督。ほんで、ペップ。グアルディオラ。今、世界で一番すごい監督って言われてるマンチェスターシティでやってます。そして、赤鬼、ファーガソン。要する、マンチェスターユナイテッドもいろいろあるわけです。みんな意外と聞いたことある名前なんです。チェルシー。いろいろありました。ロシアとウクライナの戦争によって、ちょっと、オーナーが、ロシアと関わってるから、これ、こうどうなんねんオーナーってなって次のオーナーなって弱だったんかなと思ったらすごい選手集めてる。まだチェルシーも強い。そんなサッカー好きにはたまらないニュースです。実はドミニク・ソランケ奈良に来てました。そうですか。はい、ドミニク来てくれたんで、ありがとうドミニク。実はこれ日本好きなんです、この方。うん、そう。だから、ゴール決めた後のセレブレーションあるやん、こう。例えば、クリノライターシューとか、はい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 、メッシやったらこう、空に向かえて。ああ、やるな。こうやる。あれ、メッシは、あれ、油断ですけど、メッシはなんで空にやってるか知ってます？なんか、死んだおばあちゃんだよ、そばちゃん。お、どうしてか。ええー、マジで？マジで。むちゃくちゃ、おばあちゃん子で、ずっと、プロのチームとかにメッシはずっと、おばあちゃんに引きずれられて行ってたんよ。で、そのおばあちゃんがいつもの相談相手やったり、おばあちゃんがメッシの人格を作ったと言っても、もう過言ではないぐらい、おばあちゃんとかになってるんですけど、そのおばあちゃんが亡くなってからは、おばあちゃんが毎試合見に来て、めっちゃ言ってくれるから、おばあちゃんっつって。あ、そうです。ただ、ワールドカップの時だけ、おばあちゃんともう一人に言ってるのはご存知ですか？いや、それ知らないです。ディエゴ・マラドーナっつって。マラドーナ優勝させてくれっつって、マラドーナが、そのオーマンも、口元見てください。もし見れる方、ワールドカップで、ディエゴってやってるから、ほんまにお前ディエゴに言ったんだっつって、確信じて。勝たしてくれっつって。見たら、知らない。ぜひよかったら、そんな、ドミニクの話。ドミニクや、ごめんなさい。正直僕もドミニク、知ってるんですけど、まあそこまでかなと、これね、いろんな情報をくれる方がおって、その方が、これ海外スターじゃないの？サッカー好きやから。まあまあ、でもそれを無限にするわけにはいかないんで、一応言っております。だからすごいんです。この人ほんま日本好きやっていうのも分かってください。呪術廻戦の、なんかこう、なんていうポージングとかもやってくれたり、ナルトのポージングやってくれたりしてくれてる。へぇー、好きやね。はい、さらっと行きましょう。じゃあ次のニュース。全然さらっとじゃない。いや、メッシの部分はね。あ、今コパアメリカやってますから。もうええねん。もうええねん。次のニュース。はい。これは、子育て世代には朗報です。奈良市の給食費無償化化。
そうなの？そうなんです。2025年に実現するんじゃないかと。まず、県が給食費を2分の1の補助制度をなんか設けたいとやってくれてるんやって、年内に。ほんなら、中川市長が、いやいや、これは無償にしてもいいんじゃないかと、小中。うん。では、実際、2023年、今年か。2023年。去年やな。2024年かな。去年、無償化されてる時もありましたから。そうそうそう、大変。物価が高騰しすぎて、どれぐらいかバカにならないんですよ、給食費って。いや、まあそうやろうね。少子化とはいえ、やっぱ、その毎日のことですから。そう。これ意外と高いんですよ。まあ大体、1日300円ぐらいかかるって言われてる。な小学生で284円やったかな。なんかそんなぐらい計算できるぐらい結構かかってる。それはちょっと何とかしていこうっていう。まあ、子育て世帯にはありがたい。そう、奈良に移住を考えてる方、2025年、そういう政策が発表されるかもっていうね。いや、されてないから。可能性としては。可能性として、そうそうそう。ドミニクも来るし。ドミニクも来てますから。あ、なんならイニエスタも来てくれる。ごめん。いや、サッカーは広げれるから。が悪い。やっぱり、ごめん。サッカーは広げれる。今なら謝る。ごめん、やめて。で、いつも僕ら、これは、ちゃんと情報をくれてる人が、俺らが追っかけてるの知ってくれてます。始まりました、また。何が？ストリートファイター。まだやってんのあれ。何？お前バカにしてる。ごめんなさい、すいません。カプコンはどこやねんって言ったら奈良ですから、始まりは。そうです、そうです。ストリートファイターの、街づくり、橿原市。八木駅のところに銅像があるんですよ。竜がね。竜はね、なんか知ってたやつ。で、その、チュンリーもあるじゃないですか。はい、マンホールでね。ね。続いて、なんと3体目となる主要キャラクター、剣の銅像が発表されました。あ、そうですか。参道に10月までに作りますって。もうほんまストリートファイターの街になりそう。あのね、ちょっとやっぱこれ僕、ニュース弱いかもしれないと思ったんで見に行ったんですよ。やっぱね、ストリートファイター通りと言っても過言ではないのが、ちょっとだけ上り上がってる。ちょっとだけ上り上がった。正確な情報ね。ちょっとだけ上り上がってる。なるほど。ああ、やっぱり一応やろうとしてるんだなって。で、これだけじゃ僕ら、追いかけてる僕らは終わりません。なんと、これで、蘇る藤原京、時をかけたファイターたち、これあったじゃないですか、歴史とコラボしたやつ。その中で、登場する4キャラクターがあるんですよ。これ今、3つなってるんです。ケンと、リュウと、チュンリー。あともう一人は？ホンダ？エドモンド・ホンダ！そっか、日本ですね。銅像化されるでしょう！いいねはい。これはトンネルどこがいいよね。だからね、はい。なんか、キュンって。どうやってどうすんのかわからんけど。わからんけど。どこやったらいいよね。そうやな。どうしてんやろな。いや、まあ、こうちゃうどすこいちゃうやっぱり。どすこいちゃう年々しいけどね。いやいや、力士のイメージやから、トンネルイメージあるのがいいかな。はい。まあまあ予定なんで、またこれも、また追いかけてますんで僕ら。ね、奈良自慢チャンネルはストリートファイターを全面的に応援します。そうですね。やっていきたいと思います。で、3つですわ。あ、なるほど。はい、このパターンでこれからやっていきますので。パンパンパンと。お願いします。わかりました。はい。じゃあちょっとまたね、ということで、これ、奈良のさまざまなニュースをお届けいたしました。はい、ドミニク。給食、ストリートファイターっはい。よかったら皆さんもね、ちょっとこう、奈良の、ニュース、ちょっと興味を持って見てはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。Yeah.